今回はこちらの BMW3 シリーズというお車に約5年お乗りになられたと思うのですが、こちらの車に装着をされていたミューレンシート、このシートを次の BMW にご利用になりたいというご要望がありましたので、そのコンバート移設作業の第一歩、純正シートはこのようにゴージャスな電動モデルでございましたが、上手に配線などを処理し直しての純正戻し作業をこのような動画にまとめていました。次も BMW のややゴージャスなお車になる予定だそうではございますが、ご利用になるかどうかは今のうち確定はされておりません。もしかすると室内でご利用になる変更を行うかもしれませんが、とりあえず本日のところはこのような状況で純正戻し作業を完了させていただきました。またお帰りの際にはプラス PPL のお試しも行っていただきましたので、その動画についてはまた近日アップしたいと思います。それでは同様なご用命のあるお客様、ぜひジェットセットにアクセスをお願いします。